はい、やばいやばい、雪が降ってきた。今年も終わりだ。どうしよう。はい、ということで、皆さんおはようございます。今日ですね、12月のまだ初めの方なんですけれども、なんとですね、雪が降ってきちゃいました。もう山の方見たらね、白くてちょっと心配してたんですが、私もね、昨日天気予報見てもう雪マークがついてたので、急いでね、タイヤ交換しました。スタッドレスタイヤですね。いやー、まさかね、こんな早く降るとは思わなかった。うわー、まあちょっとね、今日どこまで降るかわかんないですが、まだね、今10時半ぐらいですんで、午後から一応晴れマークついてますんで、まあだんだん晴れてくるとは思うんですが、上にね、スキー場があるんですけども、そこもね、下から見ると、まあ、うっすらちょっと白くなってましたね。今年初めての、雪になります。今日はね、たまたま休みが取れましたんで、ちょっと山に来てみました。1週間半ぶりでございます。ちょっとね、今週本当は来る予定だった日がね、体調崩して熱出してしまいまして、まあコロナではなかったんですけれども、家で休養してましたんで、今日ね、たまたま休みがありましたんで、ちょっと山に作業しに来ました。で、今からですね、やっていくのは、ひとまず来週ですね、ちょっとスクラップ屋さんの方に、鉄くずの方を取りに来てもらうことになりましたので、本当はね、雪降る前に来てもらいたかったんですが、まあ多分そこまで積もったりはしないと思うんですけれども、来週ね、来てもらいますんで、ちょっと鉄くず関係ね、まだそこら辺残ってるのと、あと前回分けたね、ここら辺にまだ鉄くず、あとこの導線関係ですね、配線の、導線関係とかありますんで、そういったものをちょっとね、まとめながら、あと、また仕分けの方ですね、こちらの山ですね、していきたいと思います。いやー、ほんとね、雪降ると思わなかった。早すぎ。雪降っちゃうとね、もうこれ全部雪かぶったら作業がね、できませんので、どうしようかな。あとはね、雪かきのこともちょっと考えないといけないので、一番奥にね、ちょっと雪を捨てるためにね、今ね、ここら辺もちょっと残土残ってますけれども、ちょっとこれをどいてですね、雪をね、この崖の下の方にね、ユンボでそのまままっすぐ押してきて、落とせるようにね、したいと思います。いやー、で、今日午前中はね、ちょっと仕分けの方しまして、あとこれ、前回ね、教えていただいたこのブロックね、私ちょっとね、現物単体で見たことないので分からなかったんですけれども、視聴者さんの方にですね、皆さんに教えていただいて、擁壁で土留めの擁壁作る時の、検知ブロックだよってことで、まあ、こんな形してるんですね。ちょっと初めて見ましたけれども、まあ、ここのくぼみの形を見るとね、なんとなく、あ、そんな感じなのかなって思いました。まあ、これはあれ、多分自分では使いませんので、まあ、このまま物を置いたりね、椅子に使ったりできるかなと思いますんで、そんな感じで使おうと思います。午後からはですね、ちょっと木の方を片付けていきたいと思います。片付けると言いましても、切った木ではなくて、つるになってる木ですね、これをちょっと今のうちにね、ある程度ちょっと片付けたいと思います。もう雪が降るとね、ほんと入れなくなります。ここら辺ね、長靴を履いてもね、すっぽり埋まってしまいますんで、今のうちにツルですね、片付けたいと思います。まあそちらの方もね、結構楽しい動画になると思いますので、まあ、ぜひ見ていただければと思います。じゃあ午前中はね、ちょっとまたゴミの仕分けということでやっていきたいと思います。はい、もうね、今日雪降って寒いのでね、ちょっと薪ストーブ使います。ストックしといたね、端材の薪ストーブが薪がありますんで、それを使ってね、ちょっと火を焚いていきます。はい、じゃあようやくね、火がつきましたんで、やっぱりね、ストーブあるとあったかいですね。で、一番上ね、ここ蓋開けちゃうとすぐ燃え尽きちゃうので、ちょっと閉めておきます。はい、じゃあ作業の方ね、入っていきたいと思います。
はい、じゃあ今ね、瓦礫の方捨ててきましたんで、今日のメインはね、こちらの鉄くずですんで、この鉄くずをね、ちょっとドラム缶の方に詰めて、向こうの方まで持っていきたいと思います。はい、じゃあこれね、多分ね、ドラム缶で運ぶより一輪車の方が早いですね。物自体が重くないので一輪車でも余裕でした。で、一回ちょっとね、休憩入ります。薪ストーブがね、いい感じにパチパチ燃えてますね。はい、それじゃあですね、今向こうの鉄くずの山からですね、こっちの方に全部運んできましたので、これをね、ちょっと簡単に仕分けの方ですねして、ちょっと準備の方をしていきたいと思います。
はい、じゃあね、ようやく分別の方終わりました。ここがね、一番もう山になってます。前回ね、鉄くず置き場で作った、型枠で作った置き場なんですけれども、もう溢れ返ってますね。まあちょうどいいタイミングで、取りに来てもらえるということなので、これはね、煎じって言われる安い金属ですね。薄っぺらいやつ、トタンとかね、こういった安い金属になります。あとこのホイール付きのタイヤとね、あとモーターとか、あとここは本当の鉄くずになりますんで、鉄骨関係とかね、鉄くず、あと銅線ですね。 VVF ケーブルとかのね、銅線が、これ4つ分ですね。あとここら辺がね、鉄じゃないステンレスとかね、真鍮とかそこら辺ですね。あとこの一輪車の山、はい、これはねアルミくずとなりますんで、中にもねちょっと鉄くず溜まってるのありますんで、こういったやつとかね、全部持ってってもらいます。これがね、いくらぐらいの金額になるかっていうのはね、楽しみなんですが、結構山になってますよね。はい、どれぐらいになるかちょっとわからないですけども、まああとね、この動画でおそらく金額の方はね発表できると思いますんで、これでね、今日の作業は終わりにしたいと思います。またね、今後の部ですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。雪も晴れてきました。はい、ありがとうございました。